早速、セッション3に入りたいと思います。セッション3は4省連携による統合の形というタイトルで、2名の方に、ご講演をいただきます。まず最初は、バイオサイエンスデータベースセンター副センター長の高木俊久先生です。ご存知の方多数いらっしゃると思いますけれども、高木先生は昨年度まで文部科学省の委託事業として実施されていました統合データベースプロジェクトの研究代表者になりまして、現在は JSP バイオサイエンスデータベースセンターの副センター長を務めておられます。本日は、JSP バイオサイエンスデータベースセンターの活動の一環である各省庁、つまり、経済産業省、農林水産省、そして、厚生労働省におけるデータベース活動との連携のあり方についてのご講演をしていただくことにいたします。では、高木先生、よろしくお願いします。ご丁寧なご紹介ありがとうございました。いつもの見慣れた顔で恐縮です。あんまり出しゃばるタイプじゃないんですけど、立場上ちょっとこんな話です。私いろいろ所属変わっておりますけれども、URI は同じですので、統一人物ですからよろしくお願いします。今日は4省連携ということで、どういうような活動をしているのかということをご紹介したいと思います。まずこれが内閣府の資料をちょっといただいてきたものですけれども、これまでその統合データベース事業っていうのが、内閣府を中心に議論されてきて、それが、関係省庁で検討がなされ、具体化されてまいりました。で、左の方が内閣府総合科学室会議における取り組みでございまして、ちょっと遡りますと、平成17年に科学技術 連携施策群ということで、五条堀先生が主催でございますけれども、その中でデータベースの統合ということが取り上げられたわけでございます。で、その調査研究が医連研の大久保先生を代表にして進められまして、我が国においてその生命科学のデータベースがどうあればいいか、どう統合すればいいかという調査研究がなされました。で、それを踏まえまして、各省で議論が進んだと。で、右の方にございますように、文部科学省のプロジェクトが平成18年、農水省の、統合プロジェクトも18年にスタートいたしました。で、経産省はちょっとこれ遅れて20年度からになっておりますが、実は類似したプロジェクトが、ちょっと名前は違いますけれども、すでに走っておるということで、大体この18年頃から、統合データベースプロジェクトというものが各省でスタートしているということでございます。で、そういう中で、いろいろ議論がございまして、この文科省の、特に文科省の統合プロジェクトが、今年の3月に終わるということで、その後どうすべきかということで議論がございまして、その今日冒頭に川上理事からの、JSC の川上理事からもご紹介しましたけれども、それまで JSC に行われてきましたバイオインフォマティクス推進事業と、この統合プロジェクトを一体化されるということで、この NBDC ができ、現在に至っているという試合でございます。で、そのここでその、報告書が出たわけでございますけれども、その報告書はこれも何度もご覧になっていると思いますが、今申し上げましたように文科省のプロジェクトと JSP のバードプロジェクト、バイオインフォマティクス推進事業を一体化させて、今年の4月からセンターを立ち上げる。で、これが3年間暫定的になりまして、その後26年度からまた新たな体制で進めるということでございます。じゃあこの3年間の間何をするのかということでございますけれども、各省でそれぞれのプロジェクトがございますので、それを推進するとともに、この第2期と呼んでますけれども、この新たな体制に向けて連携をより深めていくということになっておるわけでございます。で、まず最初にこの NBDC の文科省の取り組みを簡単にご紹介いたします と、4つの柱からできております。いろんな戦略を立案する、それからいろんなデータベースのサービスをする、それからそのための必要な技術開発、これは午前中坊野さんからお話があったところです。それから、もう一つはその各目的ごとといいましょうか、分野ごとに、統合化を推進するということで、今日はそのこの後、4件ですか、そのご発表があると思います。こういうふうな2つ の、 そのファンディングと、それを束ねるようなヘッドクローターといいましょうか、そういうものから成り立っておるわけでございます。で、これが体制でございまして、こういうふうに JSC バイオサイエンスデータベースセンターが来まして、今のファンディングを行っている、
番技術と統合化推進部で、それを、上からまあご指導いただくように、総合管理機関に、統合データベース推進タスクフォースというものができて、これをコントロールしていく、また他の省庁との連携も図っていく、こういう体制になっております。ただ現在管理技術第4期に入ってまして、このライフサイエンス PT でタスクフォースというのは今年の3月で一旦なくなっておりますので、またそれに向けて新たな体制作りが今進められているところでございます。それで今文科省の動きを中心にお話しましたけれども、経産省ではそのバイオメディシナル情報センターにいらっしゃる座長の今西先生を中心にプロジェクトが作られ、データベースのサービスが行われています。それから、農水省に関しましては農業生物資源研究所、この後伊藤さんがお話になると思いますけれども、農水省のプロジェクト、それから先ほど午前中座長されていた水口さんでいらっしゃいます医薬品研究所、これ厚労省の場合は統合プロジェクトは話も呼んでおりませんけれども、それにも類似した活動があるか。でこの4つの活動が大きくライフサイエンスにあるわけでございますが、これバラバラにやっててはしょうがないんで、ゆくゆくはこれを省庁の壁を越えて統合していくということを目指しております。ではそれに関しましてどういう活動をしているかということでございますが、まずじゃあどういうふうに連携する、その連携の枠組みということなんですが、統合化という話はさまざまなアクティビティ、活動、目的があるわけですけれども、ここではそれをあまりその広範囲に広めますと、ぼやけてしまいますので、非常にシンプルにこの4段階に分けて連携を、4章の連携を進めるようになった。1つがカタログ作り、それから2つ目が横断検索と呼んでますけれども、一括して検索する。で3番目がアーカイブといって、これは統一のフォーマットで、統一の権利関係でデータベースのデータのダウンロードを可能にすると。この3段階をまずこの3年間にきっちりやりましょうと。で、できればその次のこれらを全部踏まえたデータベースの再構築、いわゆる統合に向けて、その技術開発を含め下地を作っていきましょうということでございます。でこの3つに関しまして、じゃあどういうふうに今その4章の連携が進んでいるかということを簡単にご紹介します。1つ目はそのカタログでございます。これは文科省のデータベース分は今申しました、今年の3月までは DBC です。この4月からは NBDC が中心になって、カタログ作りを進めています。これは、経産省はメタルスと呼んでいます。そこでデータベースビンランド、名前の呼び方もちょっと変わっておりますが、農水省にもデータベースの一覧があるし、厚労省に関しましては医薬機弁でそのデータベースの一覧を作りになっている。こういうものをここにありますように、どういうデータベースがあるのか、それに記載項目はどういうものがあればいいのかと、そういうようなことを調べまして、これらを情報の付き合わせ、記載の統合、ゆくゆくはこのカタログの統合ということを目指して今進めております。2点目が先ほど申しました横断検索という話でございますが、これはさまざまなデータベースをここにキーワード1つ入れると一括して全部、数百のデータベースを一括して引いてくれるというものでございます。これに関しましては今文科省のプロジェクト、それから経産省のプロジェクトが中心になっておりますが、この2つがバラバラに行っているわけではなくて、同じようなシステムを使いまして索引データを相互に参照可能にしておりますので、そのどちらのサイト、先ほど申しましたメダルスであろうが NEDC からでも両方の検索が統一的に同じものができるということになっています。でこの同じ仕組みを今農水省、厚労省のサイトに関しても広めていこうということで現在作業中でございます。3番目が先ほど申しましたアーカイブというものでございまして、これはここにありますように国内で作られましたデータベースを自分で使えるように簡単にダウンロードできるようにですね、アーカイブするというものでございます。でこれにはいくつか機能がございますけれども、一括してダウンロード可能であるとか、それのデータがにそのデータあるいはデータベースに関する記載を統一的に行う、これをメタデータと呼んでますけども、それもです。これは簡易的な検索あるいはそのための必要なデータベース作りをサポートする。最後にその利用許諾、これはクリエイティブコモンズというその著作権を少し制限したうちのガイドラインを私ども使っておりますけども、そういうものを共通に使っていく。この4つの柱でここにちょっと小さく見えますけど、こういうデータベース今50ほどございますけども、そういうものがダウンロード可能になっているということでございます。
これに関しましては今は文科省が中心になってこのダウンロードサイトを作っておりますけれども、これに関しましても、ここにありますように、各省で、同じような形でアーカイブを作成できるように、ガイドラインを作成しまして、それを公開していた、それを各省に使う、他の省でも使っていただくということになっています。で、文科省のサイトではございますけれども、例えばこの微生物の情報に関しましては、もう経産省のこれプロジェクトとの連携でございますけれども、ダウンロードできるようになっておりますし、それから先ほども少しお話でもありましたけれども、厚生労働省の宅地工業のデータに関しましてもダウンロード可能になっている、こういうことで実質的に連携が進みつつあるような状況でございます。で、今後の活動といたしましては、これまでもやってきておりますけれども、いろんな各省のプロジェクトとミーティングを密にするということ、それから、この NBDC の実務者連絡会というのは今日の昼間も開いておりましたけれども、実際にデータベースをお作りになっている現場の方々の交流を図って、そこでそのデータベースのフォーマットでありますとか、オントロジーでありますとか、そういうものをなるべく連携させていくという活動でございますけれども、そういうものにも各省の方々に入っていただく、あるいは他のデータベースを作っておられる方にも入って広めていくというような形で、技術交流を進めてまいります。またイベントの交流ということで、本日のシンポジウムもそうですけれども、国際的なバイオハッカーソンという合宿形式のデータの、あるいはデータ利用の標準化、統合を図っていくような取り組み、それから12月に分子生物学会の面会が横浜パシフィコで開かれますけれども、そこにみんな勢ぞろいして20ぐらいのブースを同時に出すと、特別展を企画する、こういうことで取り組んでおります。で、先ほどこれお見せした絵ですけれども、こういうことで今、この辺りにいるわけですが、これで3年間なんとか今申し上げた方向をより発展させ拡大させていくとともに、より連携を強めていくということで、その象徴としてまだ今作りかけでございますけれども、インテグバイオ JP というアドレスで、この4省合同のポータルサイトを作っているということでございます。で、なかなか省の壁を越える予算的な問題もございますし、様々な問題もございますけれども、なんとかそれを乗り越えて、こういうものを作っていきたいと思っておりますので、今後ともご協力ご支援のほどお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。